質問来てた。熊を倒すのにどれくらいの腕力がいりますか？まず人間が耐えられる衝撃力の限界値、これを約 10G と言われ、分かりやすく言うと体重 100kg の人が1トンの衝撃を受けたぐらい。実際に約1トンと言われるヘビー級の格闘家の蹴りが頭部に入ったとして、体重 100kg の格闘家でギリギリっていう感じなんで、1トンの衝撃というのが耐えられる限界だと思われます。問題の熊ですが、高速道路にて車で轢かれた上で意識鮮明だったという事例があり、仮に 100kg の速度で 700kg の軽自動車が当たったとすると、熊にかかる衝撃力は約40トン。また動物は全身の筋肉の質が人間の比ではなく、頭部においても40トンの衝撃は耐えると推測され、見たところ100キロから150キロの熊でこれだけの耐久値があるので、大型のヒグマだと300から500キロあると言われているので、100トン以上のパンチでも下手したら倒せないんじゃないかと思います。結論、戦えば死ぬしかない、現実は非情である。